無条件にいざまずけ。よう、さっきのひとく、人見たく、しっかりとビートチェック。まあどうせ下ネタのインポテンツ、欲張りすぎと物は二度得ずって言うぜ。まあ二条拳銃ライメンフロー、ここで爆発バックバッ バック。まず初手聞いた平方のカンパワンバス挨拶代わりのクッカー。いや、テル君、テルテルポーズの中インポテンツがチンポレイブするような感じ。いや、ビートチェックワンツーから入ってく、お前の鼓膜とパンツ濡らすような感覚。いや、チェックラッチョ、土もね、歯がどうとか言ってるけど、君のラップの色は何色わかる？俺はライカ博士ハロー。君のラップ、インの数違うぜ。チートバーゲビートとヤジ、白のシャツ着てるがマスラックな色出すのがヒップホップ、それは十分わかってるぜ。そう、相まてるてるポーズ、こいつ首締めちゃうぜ。 SM 道具もしかり、はい、濃いようなデリヘルコール、こいつ最高で沈めて絶滅ドープ。絶滅ドープからこの場でドープに決めてくれと。いや、わかるにとも得ないよ。俺はヒップホップチンポでちゃんと実証。いや、白いシャツなんて着てねえし、黒いチンポから白を出すのねえよ。これが完璧なアンス。やばい、難しい。いや、まあまあまあ、疲れた、それしか言うことで。いや、まあ俺はそう、4番目、まあもうか、画面的に公開処刑なんていいぜ、これでやってくだけ。えー、よー、これが俺のやり方ってこと、わかるか、わかるか、わかるか、ゆのゆの、まあ適当な言葉に染めよう。どっちがだらしねえ、そしてどっちがみともねえ、すぐにわかる話。高校通った、専攻を通った、お前は最初のワンバス出だし疲れたしね。別に俺はお前と楽しに来たわけだ。てめえとやってもスキルは伸びねえから、伸びしろねえやつやっても意味ねえ。黙れ喋んな、おいでかいやつ。でもいいぜ、俺の方がやばいってこと。ラップシーンに聞いた、俺のラップシーンに聞いたわけじゃなくて、俺は勝手についてくるスタイル。つまりまたリメンバーハッピーセット、なんでもいい。もうええわ、こういうことや、これが俺の集大成や。いや、ラップやめた方がいい。終わりやん。これで伸びしろも見えない。当てもなくラップする、俺は八尾の阿部の春田す。ようなスタイル、お前さっき言ってただろ、俺のことは阿部の春田す。だからそこを利用してあげただけ。よ、頑張ろうドルバケツ。ライディスライザー、どっちがイケてるかしかチェックしな。始まったゲリラのサイファー、セピアのから俺ここ携帯変化。メタモルフォーゼ、どっちがイケてる、お前は知性は加工性、すでにまさかさま。そんなんじゃがメジャーで俺の方がイケてる、あからさま。ライディスライナー、こっちがいいかあっちがいいか、ドルバケツの公開処刑の方が良かったぜ。間違いないぜ、公開処刑クラップクラップクラップ。間違いない、手を鳴らしてもほら一つまたビスケット増えるかも。首一丁上がりでまたモロ冒険するような感じ、ヒップホップ一丁金儲け。手を叩け手を叩け手を叩け、俺の方がいい、みんなリピート。かまげんかまげん、どっちがいける、叩いて崩れんのはビスケットだけ。そんなんでダメだぜ、俺のロケットならばどこまでも行く、まだケット。バスこのバス、どっちがいけてる、ドルバケツなんてマジでありえねえ。ワンバス目メタボルフォーゼ、こっちとらビスケットメタボルフォーゼ。すいませんね、またも水で固めたらほらほら、いろんなお菓子ができちゃうぜ。間違いない、こっちとらやっぱりクッキングパパよりもドープなレシピを用意します。いえいえ、それくらい兄貴も料理、今日は兄貴のかば焼きだぞ。いや、みんなが集まる、そして公開処刑されるとこは映せねえ。だからまあ適当、キスすることもなんもねえけど、適当に言葉ぶつける、心臓インフォ適当に入って、何回適当って言ったかどうかちゃんと見ててください。いや、それだけ。まあ俺も適当でもう回遊スタンス、そんな感じでも言葉交わし合う。いや、俺も適当にやる、天まで飛ばせ、センターバックイケてる、えげつなキャップ、しっかりと映しときな、ひふみや。いや、まず123教えろ、レモシしっかりやる公開処刑。まあそう、お前下に詰まったこんがりおこげ、もはや頭なら崩壊寸前、死んだりバラバラホルマリン付け。いや、天まで飛ばす、天まで飛ばす。
逃すことなく出てんがでもなる。子供ね俺は高校生弾けてるラップしてく高校生すがねとか言わせねえ。あれあれまた陰踏んでる。さっきのバトルの方が陰踏んでた。なんかやりにくいのかな、わからねえけど見せる俺なりのカラーなりのカラーちゃんと陰踏んでたや。お前の耳の穴が悪いんちゃうか。ええよマザーファカー開かたわかってるやろ。陰の方向入らぬ髪と肛門手離したぜ。ええよ下から目開かたレペゼン下から目線でもどっちでも OKO でオールナイト聞いたぜ最大の資格からスクスク言ってればスクスク育つ。そんなわけないね。えよめちゃめちゃニュースかもしれねえ。えよおニューなタイプイエーイ。でやるめちゃめちゃいい感じのビート流れた。さっきは負けたと思った。つないだ命今回は俺がもらうぜ。よくよつないだ命そうこう立ってる。やっぱり最後もやっぱり進まあってないことが証明。ピースにやるつもりもねビーフそういうことだぜ。またも内容しっかり込めてく。またもジョイント巻いてピース煙の交換またも順番ほらまた回してこう。よ煙の交換するはずない。俺は今んとこ順風満帆にさせるがような感じさ。えいよ俺の前の前にお前はいなかった。お前は俺の後ろにいな。俺が風よけしてやるってついてくる。えいよめちゃめちゃ楽しいマジで楽しい。でも辻褄は合ってる。よよ楽しいそれは OK 辻褄合ってる認めてやるって。後ろについてスタイルはね売らないこびないこれ俺のスタイル。はい、だってえいじゃまたもスタイルは同じことをまたも言ったかもしんないけど僕だとまたも完全即興披露するだけ。今日いつも楽しいサイファーをありがとう。でも今日はこのスラリアとから決めていくぜワンツー。いいよマイクチェックワンツーからパンチライン打ち込んでいくような感じだぜ。いいガッチ勝てるかはどうやら自信暗記しかしないような感じ。このビート乗っかったら俺は1ビリホーゲー。ありがとうって感謝伝えておいて疑心暗記ってどういうことだね。考えてリスペクト送ってんのにお前信頼関係全部忘れていいよ。ピラミッドが誰が作ったのかわからないような感じ。ヨーサイファーは俺が建てましたこの通り。なんかドヤ顔で言うけれども俺そういう意味で言ってない。よく聞けよよ俺はこのサイファー楽しい。でも勝てるかは疑心暗鬼。よく聞け鼓膜いやこんな感じだぜ。お前はゴール守れない地味キャラの鼓膜。ハハ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 。で地味なキャラでもジミーちゃんみたいに最強なタイプだぜ。間違いないぜ勝てるか疑心暗鬼。勝てる絶対絶命でも上に行くだろ。勝てるか自分でネガティブシンキングならばグッバイ。間違いないぜラババイララバイ俺もグッバイブンバイバイブラうんテル君はじめまして。今日が初セッション発生しよう取り残す手術からも手抜かずに行くぜ。俺も本気を出すような気力気迫だけでもないぜ。まずスキル磨くようなもんだぜ。さっさと帰れ田舎のうち稲葉物置。俺全平方殺し平方殺し。いやいやいつ殺したか全然わかんないけれどさ。そうアクセしようアクセントバイブスなら灼熱風呂。はいそう心は絶対折れない灼熱風呂。しっかり持ってるけれどもマイクテスト優勝広島カープ見たくマジック点灯。はい広島カープ命なくなる俺がいただくぜヒーローインタビュー。はいお前がアクセンクとまずスキル磨き100年修行。はい今日がマシだぜまだまだ俺は若手の立場まだまだ伸びしろあるから俺は白じゃなく帯白から黒までの塔を登る。いや俺も黒のスキルはしっかり持っているがだがだが未だ生き様大勢ブラックスキルこれアーサーのヒューマニズム。はいしっかりと持っていいんぜ。いやいやさっき俺が返した言葉で踏んでるってまあそれどうなんすかってなって陰の方向としてはちょっと遠くよ。お前のスタイルと俺のスタイルお前の枠に俺ははめんじゃねえっていうような感じだぜ。俺のバスキックまるで匠ならモハメドアリタクの言葉でパンチ力落としていくような感じ。パンチラインラインを通っていくこの伝わった矢音ここ繋がるぜ。ひらかたひらかたさっき言ってたやん。忘れたらダメだぜ記憶の中でしっかりとやる韻を固めてな感じ。パンチラの磯のワカメパンチラいくぜまあまあそうパンチラインを出さないとさチライトまあ見つからない感じテント耳揺らすバイブレーション。今日はサントリーのなんか酒がうまそうですまるでビールおつまみにチョイスするような感じビックリとセッションのスタイル。
久しぶりの勝負かもしれねえ。 DJ イケてるぜ、間違いないぜ。 UMB DJ ライブだったらマジでありがとうしか言えないよ。でも大丈夫、バトル俺はチャンス崩さないようなもんだぜ。こんなクズのやつらに下す成敗、そんな感じだぜ。先輩後輩とかも関係なく俺見てる視野360度の広範囲、そんな感じ。もう消えてるお前の面影、ええ、よクズじゃなくても成敗されるような感じじゃ、それが冤罪かもしれない俺はクズではないけど、クズ夜は終わり、夜回りの警官バリに丸に謙虚されるような感じ。謙虚結構なことでアリンスズバリにやる、まるでシャンプーとリンス、きらびやかにリンス、いやいやシャンプーとリンス、そのネタ言って俺の頭洗脳して、それでは俺のメリットしか感じれない。お前にとってデメリット、そんなもんだぜこの音、せっかくのビートだからもっと楽しんでいこうぜ、この音に乗って乗っていこうぜ、俺の勝利の女神、俺のお嫁においで。まあ何でも言えよ、俺なりのやり方を分かっていない、つまりは俺を見くびりすぎてる。ライブで勝てるような甘い相手ではねえぞ、分かってないね。フローで勝てる相手でもないってことも分かっていない、つまり言葉でかかってこい。しょうもないライブなんか踏んでもおもんない、イエーイやらない、言葉でもフローで勝負、リアライブでひざまずけ無条件降伏なので、まあまあそうインフムシのやつはちゃんと分かってるみたいやけど、俺は絶対不可欠絶対的応援主義だ、当たり前さ、そう雑巾武器、俺はホークアイ上から猛禽類、雑巾拭きもこなしてる口へぬかを拭いてる湯飲んでなこれがやり方、しかも無条件にざまずけ、こんよどうやって食べれんだぜ、分かってないぜ俺自身のやり方さ、でもだからって負けるんだぜ、ライブだけじゃねえ、ヒープリースタイルフリーにやらないとフリーにやらないとそれ当たり前、俺もライブだけじゃないことを分かってる、だけどそうでこそでライブオンリーが最終奥義だぜ、これこそが俳句ボリティどこも見せていきたいだけ、まあまあしっかりやっときなってな感じ、上から見るカシオペア、お前もそれがわみだくやひどげさいやもちろん分かってたさ、ここからが終着点、分かりますか、キサラギ駅無人じゃないよ、ここらが無人無人、イエムスイプスイエムパッチャー話分かるかな、この場で駅終着点、今から出発進行、いやお前の舐めさせるぜチンク、いやチンクは絶対舐めない、まあまあ俺のことそんなお笑いだけで勝てると思う、逆にお前俺のこと舐めんな、まずはそこからアメちゃんみたく大阪レップしていく、お前にアゲちゃんはあげないって感じだけよ、俺はあげちゃうぜ、なんやねんあげちゃんって感覚ならマジファッカーとか言っちゃうけど、また適当にやるボング、俺のボングを吸い込め、言う感じ古いに決める、お笑いギャグラップ、いえ吐いとけアフラック、いえ生命保険ギャブラックに見せる先見の目、言うこのまま俺も経験を積み上げて、お前の上に立っていくだけ、ボング大福さが好きな子よ、まあまあそんなことは気にせないで、お前はただのワーク MC、 ワークケチらし敵はなし、レスティンピーステリーザーキー、いきまーす、ちゃん何回かサイファーしたことあったり、ね、よう長い長いした時にお前と朝までサイファー、えいよ京ちゃん京じゃないぜお前が俺に勝つのは、えいよどうやらもっと先の話先にあるかもわからねえ、俺はお前に負ける気なんて鼻からねえ、その京じゃないことを証明だねえから俺がひっくり返し京にするだけの話だろ、お前が京じゃないとかいう考えが一番か悲しいこと分かってないのかな、あなたなあそういうとこバカな言葉吐くな、お前はバカだ、えよ噛みすぎ何を言いたい、伝えたいことできてない、えよお前バトルまるで大学で言うならプレゼンテーション下手くそなやつ、はい俺は得意得意な話もないはずなのに、俺は普通に話してるのにお前こそ俺にアンサーはない、言葉がいっぱい言いたいことありすぎていっぱいありすぎて出ないだけだよ、しゃあないだろあと俺大学じゃねえか社会人だぞ、お前と違うところで頑張ってんだ、プレゼンテーション
まだねえけど社会人1年目でいちいちうるさいことばっか言われて生活、えーいやお前が黒か黒くねえ顔面だけどないいよまともな顔しやがって黒く名前付けるくらいだもっと黒いとこ見せてこいよ人格ないようなもんだってええよ黒黒黒黒勝負できるのかって話いいよ黒黒黒黒黒なんだ臭いって流行りの黒い映画グロー、グロです。グロじゃない、グローです。グローです。しっかり見てる、グロー、つまり成長。わかる、成長かってここで見せてくる。そういうこと、成長結果。見せる、ここで決める、全校結果。そういうところ、決めるラッパー、女ラッパー、飛んだばっか。いいよ、女ラッパーとか言ってるけど、別にお前女じゃない、中身おっさんじゃったんだ。言いたくのやもんだぜ。成長かって言っても成長止まってるよ、成長的に。言いたくのやもんだぜ。高校1年生だからこれから身長伸びていくような存在。だから前の本部グロって名前合ってるかもしれないけれども、お前に言ってやるからよ。確かに止まってる身長的にお前よりかはあるヒップホップ精神、今日俺が信じてるヒップホップここで途絶える GPS 信号、今日そういうことを経験のさもしくは天性の感を見せつけてくる、今日これが天性のさわかりますお前殺す幻影量だ、また始まったゲリラ扁桃腺張らせ結構出せ成長過程どっちが生きに行ける昨日の過程は今日の過程わかる何かの仮面つる俺はまるで折り鶴折り紙付きのスキルどっちが見せつけるキルキルまだお前なんてジャストキディハハキルキルまだ俺は殺し屋つまりはジャックザリッパーかリリカルマダラそんなもんだぜお前が勝つのはまだ時期が早いそんな感じだぜえよお前が折り紙付きならお前の意思っていうのも簡単に折れそうな気がするぜえよお前邪魔だまだたどれないぜグラフ上に表そうで折り紙付きの意味を分かってないビッグディセントアイとしてはお試しがいないまずはトライいりませビトはでクーリングオフいてオンかオフのスイッチならばいつもオフ汚いけどクリンチ使って即様のウィンチ俺は魂捧げるジャスライカブリーチブリーチよ俺の言葉でお前も染めていくような感覚頭からつま先アナルの言葉じゃアナルの言葉だここで言わせる俺は隅々まで持っているぜフルスキルに生かしていくような感じだぜえいよ俺の言葉出発点は早くまるで LTE お前にレスティンピース